こんにちは、ノアです。本日は趣向を変えまして、ちょっとタロット占いというものの、そうだな、解説とでも言いましょうか、雑談とでも言いましょうか。私ずっと昔から結構タロット占いやるんですけど、例えば友達のこととか占うと結構当たっちゃうんですよね。誰々と誰々が、お付き合いしました。そしたら半年以内に別れるっていう結果が出たら本当に半年以内に別れちゃったり、この人が事故に遭う。え、まさかと思ってたら事故に遭っちゃったりとかっていう。で、タロットに興味のある方もない方もいるんですが、まあ、全く興味ない方は、回れ右していただいて構いませんので。で、本日は、まず、見えづらいかな。カード、私の持ってるカードは、ちょっとオーソドックスというか、こういう、絵が、オーソドックスのものなんですけども、笑ってるのもあれば、無表情のものもあるんですね。わかります？無表情の。結構無表情なんですけど、私はこういう無表情の方が、好むというか、逆に表情が合ってしまうと、なんていうのかな、わ、いいカードなんだ、いい意味の暗示なんだっていうのを勘違いしてしまうので、逆に無表情の方がちょっと好きです。ではまず、タロット占いとは何かっていうと、それぞれカードに意味がありまして、24枚で構成されてます。0から、あ、24枚、22枚か。22枚、ごめんなさい。22枚で構成されてます。で、0から21枚目まであります。よく有名なのは、13の死神ですよね。です。でも、タロットの面白いところっていうのは、逆向きになると、意味合いが全く変わってきます。しかも、真逆になるのではなくて、斜め上に行くというか、斜め下に行くというか、そういった意味合いがあります。なので、意味を読み解くのがすごく難しいんですが、ちょっと、行ってみましょう。まずこれが、フールっていうカードですね。フールっていうのは、愚か者、愚者って意味なんですけども、まあ、これは、まあ、天真爛漫というか、始まりっていう意味合いですね。私の中では。で、その私の中ではっていうのがすごく大事で、自分でこういったイメージっていうイメージを持っておくのがすごく大事です。で、これはマジシャン。これは可能性って意味です。私の中で。なんでかっていうと、技術を磨いて、マジシャンってテクニックを磨くじゃないですか。なので、無限の可能性があるぞっていう意味合い。そしてこれは、ハイプリエスです。これは聖女、淑女ですよね。あるいは処女。潔癖とか、そういうイメージですね。で、こちらがエンプレス。女王様。なんですが、私の中でこれはもう母親とか妊婦とか、愛情、包容力っていう意味ですね。こっちはエンペラー。支配、統率。統率能力とかそうですね。まとめるとか、国をまとめるとかそういう意味です。で、ハイエロファント。これは、本来なら、例えば、神様への、宗教的な意味で言うと、信仰だったりとかするんですけど、私には、独裁者に見えちゃうんですよね。この、
ハイエレファントという人が。だからちょっと私の中であんまりいいカードではないようなイメージを持っちゃってます。なんかこの杖をカンってついて、はい、私の言うこと聞きなさいみたいな意味合いじゃないんですけど、本来は。でもそういう感じがしちゃいます。で、ラバーズ。これはもう愛。愛情。ちょっと言いづらいかな。愛情とか、恋人っていう意味ですね。で、チャリオット。これは、もう勝利とか、そういう、勝利とか、そうですね。何か勝負ごとに勝つとか、そういう意味です。で、ストレングス。ストレングス。これは、力って意味なんですが、これは、力を発揮するとか、力技で物を言わせるっていう意味ではなく、力をコントロールするっていう意味です。もし違ってたら、ごめんなさい。ただ、私の中でそういう風に理解をしています。で、ハーミット。隠者ですね。これは森の中とか、そういう中で、仙人。知恵を働かせて、頭を使って、どう生きるかっていう、隠居って意味もあるんですけど、私の中で。ただ、心を穏やかに、心を静めて、いかに自分を抑えるか、みたいな意味がすごくあるようなカードとして私は見ています。で、フォーチュン。よく、フォーチュンという言葉聞いたことあると思うんですよ。ファンタジーものが好きな人は。で、フォーチュンというのは、そうですね、本当に運命の輪。運命に、こう、左右される。どっちに転ぶかわからない。っていう意味合いを私の中で持ってます。で、ジャスティス。正義ですね。これは、まあ、正義っていうのは私の中ですごく曖昧なんですが、正義って立場によって変わると思うんですね。なのでどうしても自分の自我がある中で占ってしまうと、正義というのは自分の都合のいいように動いてしまう気がするんです。なので、あまり私の中で信用してない。信用してないって言ったら語弊があるんですが、ちょっと気をつけなさいよっていう意味合いも含めたカードになってます。で、これは吊るされた男。これは停滞とか、あと考える時だっていう警告を意味するカードなんですが、まあ、ハングドマンですね。これは逆すずりになって、それで物事を頭冷やして考えるみたいな、そういう意味合いです。で、これが、です。死神のカード。で、死神のカードっていうのは、決して、死を呼ぶカードではなくて、私の中では、死神が来て、一度死んで、また蘇るっていう意味合いがあります。再生も含まれる意味合いです。だから、決して悪いだけのカードではないです。確かに死神って聞くと怖いですけど、そういう意味合いではないです。で、テンペランス。これは節制ですね。自分を、抑える、戒める。という意味合いのカードです。で、こちらデビル。デビルっていうのは私はすごい嫌いなカードなんですけど、もう、良くもないし、いいところ一個もないんですよ。悪魔、それこそ本物の悪魔が、近寄ってくるとか、悪いことしか起こらないみたいな意味合いのカードなので、ちょっと私はこのカードが出た時はすごい軽減します。で、ザ・タワー。このタワーもすごい嫌いなカードで、
まあ、嫌いっていうとこの子たちがかわいそうなんですけど、これは天災とか、天の災害ですね。いきなり、来る災い。避けようのない災い。で、それに備えてどうしたらいいかっていうのを教えてくれるというか、警告を意味してくれるカードです。で、スター。これは、希望を意味しますね。希望っていうのは、一筋の光。まだ諦めるな。このまま進め、みたいな意味合いのカードです。で、ザ・ムーン。ムーンっていうのは、知ってます？これ。よく見ると、ここに女性の顔が書いてあるんですけど、ムーンっていうのは、実は、英語で、女性って言うんですよ。なんて言うのかな。太陽、サンは、ヒー。つまり、彼。でも、英語になると、月って、ムーンは、シーって使うんですよ。つまり、彼女。で、英語にはそういう独特な表現があって、犬はオス。ヒーって、メスでもつけるんですね。でも、猫は女、シーってつけるんですよ。なんか、わかる気がするっていう感じのものなんですが、これは女性関係に、女性のトラブルに気をつけなさいという、ちょっと、あんまり良くないぞっていう、気をつけろっていう警告ですね。で、ザ・サン。これは、なんて言ったらいいのかな。輝くとか、そういう意味ですかね、私の中で。これからの未来が明るいみたいな。スターのもっといいバージョンですね。ジャッジメント。これは、今この時、選択すべき道みたいな、分かれ道、重要な分かれ道みたいな意味合いがあります。なんでこのカードが出た時は、本当に真剣にいろんなことを考えて、ってしないと、後で痛い目見る状態ですね。で、ザ・ワールド。これは世界っていう意味なんですけども、完成とか、で、そして、出発っていう、ちょっと、こちらと似た意味合いがあります。でもこれは、完成っていう、なんていうのかな、意味合いなので、これが出た時は、ちょっとホッとするカードですね。で、一枚一枚こう見た時に、絵の状態もあるんですけれども、ただタロットの意味も深く深く調べていくと、このカード嫌だなっていうのが必ず出てきます。で、どんなに絵が嫌でも、このカード好きっていうものが必ず出てくるので、私の中で好きなカードは、実は、テンプランスなんですよ。節制。秩序っていう意味もあるそうです。で、安定とか、耐えるとか、中立、初心に帰るっていうカードなので、実はすごく好きなカードです。では、カードの紹介をしたところで戻します。パート2に移りたいと思います。一旦終わります。